え皆さん、えー、レストランに行ったということをイメージしてくださいそのレストランで、えー、心を込めて盛り付けをしたお皿が出てきましたたやお皿の上にただ食材が載っているっていうお皿が出てきましたどちらの料理がおいしいと感じるでしょうかまたコーヒーを飲むときに紙コップで出てきましたたやお気に入りのカップでコーヒーが注がれて出てきました どっちが美味しいっていうふうに皆さん思うでしょうか多分多くの人が綺麗に盛り付けた料理さらにお気に入りのカップでコーヒーを飲んだとそちらのコーヒーの方が食事の方が美味しいっていうふうに感じると思いますこの人の心の中で起こっている事柄ってどういうことなんでしょうか我々はこういう人の心の中で起こっている事柄価値観を完成価値というふうに呼んでいます お皿ににっていた食材、これはは物質的には何も変わりません。ですけれども人が感じる美味しさというのは明らかに違う物質的な性能は変わるんだけれどもそこに人間的な物語っていうのが感じられると人の感覚っていうのは大きく変わってくるわけですねでこういう完成価値あるものを我々はどうやって作っていくのかその一つの方法が完成工学というそういう技術です 心の仕組みを知り心の形を学び心の喜ぶものを作るこの心というのは人ですね物質的に性能がいいものを作るっていうことだけではなくって人が何を要求しているのかどういう製品を欲しいと思っているのか製品を使うのは人間なわけですでも我々は人間のことをよく分かっていないではまず人がどういう仕組みのものなのか でさらに人の心の変化っていうのはどういうふうに変化するのかってことをまず知ろうとで使う人の身になってものを作っていくってことができたら人が幸せに喜ぶのができるだろうというふうに思っていますでこの人の仕組みを知るという方法論を私は生理計測という方法を使って人のストレスであるとか快適感っていうものを調べようという研究をしています で私の話したのはサイエンスではありません工学です社会に資する技術それによってここに書いてあるような製品我々が快適と思う製品というものが開発できるんです。